もしも人間に生まれていなかったら何に生まれたかったですか？難しい質問ですね。人間に生まれてなかったら、まあまあそんな考えることないな。人間に生まれてなかったら何に生まれてなかった、はい、動物ですよね。動物とか、まあ、虫とかね、はい、そうですね、うん、なんだろう、生まれてなかったら考えることありません。本当に大体言えば馬かもしれない、まあ、自分馬年だから、あそんな単純でそんなもんですよ。競走馬、競走馬サラブレ、そうそう、はい、結局ね怪我したらもう僕ヤブサメの練習とかね村乗馬クラブでちょっとやってたんですよ。結局みんな中央競馬場で怪我したのが来るんですね、うん、だからもうそれで怪我してとか自分たちが食肉になるってことを知ってるんですね、馬もね。だから獅子ですよ、うん、その獅子さっていうのはやっぱりね大事なことですよね、うん、その馬もね、うん、でやっぱりその村乗馬クラブにね高校生の女性が来ててね、うん、朝本当に一番の電車で来るんですよ。それで馬にね買い場やったり食べ物あげたりなんか世話してね、だからすごい彼女が懐くわけ、うん、1週間乗ってないじゃないですか。そものすごい勢いで走り出すんだけど彼女が乗るとピタッと止まっちゃうんだよね、うん、あそういうやっぱり馬になりたいなと思ってね、うんうん、思った、うん、それは馬いろんなことをこう理解してるとか、そうそう頭いいですよ。あそう、うん、頭いいですね。じゃあもし生まれ変わるとしたら、あえて言うなら馬ね、あえて言うならね